ペンネームゴリラ先輩からいただきました。じゃん。大西さんは声優になっていなかったら何の職業に就きたかったですか？うわー、これ難しい。声優になっていなかったら何を、これ何、一問一答みたいな感じパーンって答えた方がいいの？いや、もう言っていただいたらちょっと深掘って次の質問に行きます。考えています。まあいろいろありますからね。声優になってなかったら、はい、決まりました。お、何ですか？私は声優になっていなかったら、うん、社長秘書。おー、似合いそう。なんかね、こまこました決められたものをやっていくことが意外と好きなの。あ、スケジュール管理とか。そうだから、なんていうの、あの工場でさ、なんかケチャップの蓋だけ永遠つけるみたいなはいはい、はい、そういうのとかも多分できるタイプなの。ああ、もう無心で。そうそうそう、永遠と。だからなんか何かを管理したりとかこまこまするのが好きかも。おお、ちょっと今度秘書検定とか受けてみたらどうですか？ちょっとね、私興味出た時あって。秘書検定本屋でパラパラしたことあったの。え、何書いてあるんですか？いや、ちょっともう覚えてないぐらいわけわかんないことが書いてあったから。そうなんだ。そんな簡単なものじゃないんだ。簡単なものじゃなかったし、なんかあの、なんだろう、例えばだけど何回ノックするかとか。え、2回でよくない？指さされちゃった。3回なんだよ。コンコンコン。確かそうだった気がする。そうなんだ。2回ってトイレとかじゃなく、なんかね、毎回トイレ、トイレ。ほら、それトイレって書いてる人いる。そうなんだ。そう、2回はトイレなの。じゃあ毎回私いつも控え室入るときとか、うん、トイレいいですか？そう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 、恥ずかしい。そろそろいいっすかっていう感じだったの。気をつけよう。そうそう、3回とかね。トイレは2回、そう、次が3回。そう、ちゃんとしたところは3回なの。わあ、そっか。そういうのも検定の中に入ってた気がする。もうマナーみたいですね。そう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 、マナー検定みたいな。そんな感じだった。うわ、
常識人になりたかった。一緒だそうです。はい。じゃあ続いて。